こんにちは、レイです。ことで、今回、レオアです。こんにちは、レイです。ことで、今回はですね、海外の配信者天才プレイを見ていこう!やっていきたいと思います。どうなるかっていうと、いつもはですね、海外で起きた天才プレイ、リアクションビデオっていうのをね、やってるんですけど、今回はそれの海外の配信者のみがね、まとめられた動画があるので、そちらは皆さんと一緒に見ていけたらなと思います。ということで、早速本編へ。Let's go. アイテムショップからクリエイターサポートレイ FN 絶対してくれよな。はい、ということで今回はこちら10 minutes of Fortnite Streamers Having 200IQ ということで3年前のね、こちらの動画を見ていこうかなと思います。じゃあスタート。さあ船で移動して敵が見えた。えぐい、これガチでえぐい。ハイパー X がスポンサーについとるもん。これでもガチで天才やね。これ敵がね、ここに見えて、この敵は後部座席に乗って、ショットガンで倒そうとしてるんだけど、それをね、読んで、この降りる瞬間に、後部座席に座席移動して、逆にね、ワンパンをするっていう。これ天才。一つ目からレベル高い。さあなんだ?クラッシュパッドで、飛ばして、うまー!おい。レベル高っ。まあ、敵のがね、上にいてフリポジなんだけど、これをクラッシュパッド壊して自分も上にいて空中で倒していく。さ、なんだ?今日やばない。今日のはすごいぞ。この屋根の中に、ね、敵が隠れてると確認して、まあ、だけどね、まあ、敵はなかなか開けてきてくれないから、こっちの敵をね、撃ってるふりをして、屋根を開けさせてワンパン。やばいこれ。頭の回転とエイムがバグっとる。さあこれはなんだ、クラッシュパッドで詰めていって、クラッシュパッド入り込みワンパン。さあこれタクシーの中に乗ってんね。タクシーハイド。ちょっと待って、これ分かるわけないわ。これスキンがずるい。これ見て、このさタクシーのさ、この座席の背景と全く同じ色してるもん。ここでいるんだよ。ここ見える。これここまで考えてのこのスキンハイドだったらマジで天才。さあ続いて、すごいな、ガス缶4つ持ってる。そう、ガス缶を投げて爆発させて、うわっ全部やったな3人。ほんでもってアリーナっぽいところでバグってんだろ。20万って。さあなんだ、これは初動っぽいな。またガス缶、ガス缶置いて壊してガス缶だ。うまいねー、うまい。海外の配信者はやっぱりうまい。このガス缶でね、これで倒すだけかと思ったら、この後がうまい。しっかり壁立てて、相手からはね、自分にダメージを与えられないようにして、で、これ倒していく。これうまいわ。さあなんだ。さあ車で来る。うわははは!車で引きで来る敵を建築で、かわしていく。闘牛士やん。敵からしたらうざいだろうな、これ。うまー。いやいや、普通に。これも敵、痺れ切らして降りてきて、これショットガンかと思うじゃん、こいつ。これ、リボルバーヘッショだからね、これ。いかれてるわ。さあ、敵が目の前にいる。どうすんだ?うわ、賢い!これで、敵にショットガンを与える。違うわ。これ相手がね、初動で、ショットガン持ってて、まあ、もちろんこの状態は敵の方が有利なんだけど、自分はね、ショットガン持ってないから。だからこその、後ろのね、ガソリンを爆破させて倒すっていう。え、もっと早っ。さあ、なんだこれは。さあ、敵。あ、太った忍者来た。ちょっと、待てよ。海外の配信者ってこんなレベル高いの?敵はワンボックスこもった。で、床編集して建築壊して、壊れたところをヘッドショット。マジ?さあ。何見せてくれるんだ?さあ、当てて。ビームで?まぐれだろ。お前はまぐれじゃ。さあ、敵がヘリ乗ってる。そのヘリに乗っかって倒す?お、ギリギリやな。さあ、続いて大会だね、大会。さあ、ハープンで建築割って、さあ、またハープンで割ってワンボックス。昔のフォトの楽しそうすぎるな、これ。さあ、もう、
すでに20キルしてるこの男。アリーナで20キル。これ超強えぞ。何をするんだ。おお。なんで？全然わけわからん。この最初の建築も意味わからんし、これよくこれ敵が真下にいるってわかったな。チーターです。ねこれ。ルービックキューブやってる。前見た気がするな。ルービックキューブ決めてからのスナイパー。ナストモがナストモ。あ来たブイルルさん。さあ何をするんだこれは。なんだ。ショックウェーブ。ショックウェーブで上行って。うわ。これ分かった今の。上に敵がいるのを分かったから、一人をね、ショックウェーブで飛ばせて、建築壊して、敵を落として倒してたよ。見てて。飛んで、降ってきた！こいつを、ボコボコにする！天才だ。さあ、ラスト 1v1。ガス缶。ガス缶多いな。なんだこれ大会だな。またガス缶持っとる。海外の配信者でガス缶流行ってたんかな。どうすんだ。うわガス缶投下。大会でガス缶で3キルしてるわ。さあ続いて車で敵が目の前にいる。根元崩して、おお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 、ただうまいやつ。めちゃくちゃイケメン出てきた。ショックウェブで飛んで竹部に逃げて、かわいい。オフェーズやんけ。化け物だったわ。さあ今度はなんかキャベツ10個持ってる。キャベツ好きそうな顔してるわ。怖っ。ちょっと待って、怖いわ。怖い。狂気を感じるんだけどこの人。めっちゃ好き。さあ草むらヘッドショット。さあ敵が攻めてきてる。カウンター、いやうまいって。うまいよこれは。これ、落とすのもうまいけど、相手この状況当ててんのもうまいな。レベル高い。さあ、一人倒して、ガスカー上に投げて。これやべえな。一人倒して、上にガス缶投げて、ガス缶壊して疑似グレードにしてるわ、これ。ガス缶の生活って200種類あるんだよね。すごいな。さあ、スナイパーヘッショー。さあ、これなんだ？クラッシュパッドで？え？何それ？クラッシュパッド投げて、ピンポイントクラッシュパッド！うまー！うんまーこれ。これなんでピン刺してるのかなと思ったら、メートル測ってたんだ。クラッシュパッドが届く。これで先にクラッシュパッド投げて、自分も飛んで、着地する頃には上からクラッシュパッド飛んでくる。えぐいってこれ。来たガス缶。来ました、天下の宝刀ガス缶クラッシュ。おい、ツーダウンしてるってこれで。この頃ガス缶メタだったんかな。ガス缶強すぎね。わ、これどうすんだ。うんま、テイクがうまい。敵が上にいる。ショックカメラ飛んで落として、ゴリ押しゴリ押しゴリ押し。どんな顔だよこいつ。ひょっとこみたいになってるやん。キレキレさっきのこれ天才だ。クラッシュパッドの天才再び。次何見せてくれんだ。また測ってるメートル。またやるのかお前。クラッシュパッド投げて。いやこれもう最強じゃん。クラッシュパッドの使い手おる。さあラスト 1v1。 落下し。これなんだ。さあ下に敵がいるね。え、クラッシュパッドで入り込み。強っ。
Yes, God. 今の何？なんか俺とは違うもの見えてた。明らかに違うとこ打ってなかった。ここなの打ってんの？ここにいて。どこが天才プレイなのこれの？なんで？さあ、ラスト 1v1。さあ、上も取って。うまーい。何これ？トラップタワー。あ、この下が釣ってるんだ。仲間の一人が。さあ釣れるか？来てるね敵が。飛んできた！わあ、この楽しかったフォートナイトに戻りてー。ということで、今回は、海外の配信者の天才プレイ者だったんですが、皆さんどうでしたか？面白かったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。じゃ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。